鳥柄とは、黒とオレンジの2色が複雑に入り混じった毛絵のこと。さらに、サビ柄の中でも、色の濃さの違いなどによって、それぞれ呼び名があります。みんな全く違った模様が現れる、個性の豊かさを象徴するような毛柄なのです。ソリは、表情や行動などを観察し、空気を読むことから、とても賢いと言われています。さらに、サビのほとんどが女の子ですので、母性本能が強く、愛情豊かな傾向にあります。そのため面倒見が良く、協調性もあります。サビには女の子が多いためか、怖がりで警戒心が強いと言われています。